今1日水は何リットル飲んでますか？まあ、6リットル以上飲んでると思いますね。睡眠時間は？睡眠時間やっぱ7時間から8時間で、あと昼寝もしっかりしてます。免疫力下げないように。得意の部位？背中ですかね。今は背中が本当に、だから勝負さんも言ってたんですけど、分かってきたんですよ僕も。減量のコツは？毎朝まずは有酸素をして、で夜炭水化物を抜くっていうところがまず初心者に言えることですね。肩ぼらないためにしていること？やっぱり継続的にしっかり食事をとることもそうなんですけど、やっぱ疲労をためすぎないことも大事だと思うんで、まあ、しっかりメンテナンスです。まあ、僕はサウナとか行ったりしますし、まあ、ストレッチとかも時間があったりやってるんで。仕上がりの基準は？仕上がりの基準、僕はお腹周りが残りやすいので、そこですかね。勝つ人の特徴は？やっぱり自信がある人じゃないですかね。ありがとうございます。